倉敷市で行われた学習ツアーには17組の親子が参加しました。水島コンビナートがもたらした地域の発展や公害問題の歴史について説明を受けた後、コンビナートの主要な工場である JFE スチールを訪れました。製鉄所では製造工程で発生するガスを活用した発電も行っていて、環境問題に対する取り組みの説明などに聞き入っていました。環境を考えながら産業をより発展していく方法を考えていきたいです。ゴミを減らすとかのそういう地道なこととかをやってそれを大きくしていきたいです。ツアーを企画した倉敷市では、今後も子どもたちに環境問題の大切さを伝えるイベントを行いたいとしています。